ニッポポとは、北海道網走市の郷土玩具、民芸品、演奏材のキメを生かした八角形の銅を持つ一刀、彫り無彩色の素朴な人形で、こけしのような形状をしている。アイヌこけしあるいは、網走こけしとでも呼べるもので、7センチくらいのものから50センチくらいの大型まで10種類ほどが販売されている。ニッポポを模したオブジェ願いをかけると必ず叶えて、 くれるというアイヌの神様が原型で、ニッポポの名称は、小さな木の人形あるいは、木の小さな子を意味する。狩りや、漁の前に祈りを捧げ、収穫の際は飾り物をかけて、感謝を表したという。捕らえた動物を料理する際は、まずニッポポの口に備えるという風習もあった。日本郷土玩具の開発校の雑誌、竹とんぼにマイナス -28 号によれば、 朝鮮戦争後の不景気にあたり、アバシリ刑務所の受刑者の作業確保のために生み出された民芸品である。当時アバシリ刑務所の特殊面接委員を務めていた、米村清江が、カラフトアイヌのマスコットだったアイヌニポポにヒントを得、これを、元カラフト新聞の高山長兵衛がデザインに起こし、彫刻家谷口百馬が彫った原型を改良して、翌1955年に試作に至ったという、 以来、刑務所作業の製品として受刑者によって作られており、人形の裏に、網走刑務所の夜勤が押されている。昭和30年の最初の試作品は、網走市立郷土博物館に展示されており、その原型となった、カラフトアイヌのアイヌニポポは、北海道立北方民族博物館で目にすることが、できる。また、網走市内では、電話ボックスや街灯などに、 ポポの衣装を施した公共物やモニュメントがいくつも見られる。他に、オロッコ族イコールウィルタがサチをもたらすとして進行した偶像を木彫りの郷土玩具に制作した世話ポロロというものもあり、こちらはニッポポより原始的な形をしている。なお、ニッポポの名称は商標登録されている。ありがとうございます。